湖影館加賀の第一段階改修工事完了で艦首資格へと魔改造し、2024年度の F-35B 戦闘機認証テストを残すところです。艦首が四角で、シウスの位置が問題になっていましたが、今の位置がかっこいいと感じますね。今回は、護衛艦化が第一段階改修工事完了で、空母化2隻耐性空母って、どんな意味をするのか詳しく見ていきます。空母化で、海上自衛隊には、どんな新たな任務が追加されるのか、新田原基地には、2024年度 F-35B 戦闘機部隊が設立されます。近平は終焉。空母について、取材に基づいた具体的な話が新聞記事として出てきたようです。こういった流れがあると情報開示が進むでしょう。いいことですね。納税者にも、わかりやすい、丁寧な説明をお願いしたいものです。政府の1978年、昭和53年の見解を紹介します。当時の国会答弁によると、対地、対艦攻撃力のある航空機を主力として搭載している攻撃型空母は保有できないが、哨戒ヘリのような追潜水艦用の航空機を運用する機能も持ち合わせている対潜空母のようなものの保有は認められるというものでした。のようなものというところに、苦しさとごまかしがありますね。バールのようなものなんて言葉を思い出してしまいます。2019年の説明では、出雲は多機能護衛艦ですが、ストブル機、垂直、短距離離着陸機、バーティカル、ショート、テイク、オフ、アンド、ランドイング、エアクラフトを運用できるように改修しても、多機能、多目的な護衛艦であると政府は述べています。つまり、どんな改修を施しても、空母ではないという政府見解なのでしょう。出雲は、インド太平洋の海域を、この夏3ヶ月半航行しました。同乗して分かった現状や、海洋進出を強める中国とせめぎ合う安全保障の最前線についての報告を紹介してみます。最近は、小学校高学年以上の学生用に、防衛白書の内容を解説した小冊子があるそうです。こういう副読本が登場したことに、時代の変遷を感じますね。この小冊子の中に出雲は空母という質問があるのです。回答は、空母には、国際的な定義はありません。主に、航空機の運用機能に特化した艦艇のことです。出雲型護衛艦には、航空機を運用する能力も備わっていますが、輸送や医療などの機能も備えた多機能な護衛艦で空母ではありませんと記述されています。出雲は空母ではないと断定していますね。要するに、公式には空母という言葉は使わないのです。と言っても、現実に出雲型の空母化作業は進んでいます。空母化は進んでいますが、実際の運用に関しては課題が山積しており、これを避けることはできません。まず、空母化した出雲型護衛艦と F-35B 戦闘機をどういう風に組み合わせて運用していくのか、海おのずと空自の構想がここに至っても決定していないというのです。すり合わせができていないということでしょうか。次に、戦闘機の運用を誰が指揮するのかという部隊運用の根幹に関わる重要な問題にも結論は出ていません。つまり、責任のありかが決まっていないということですね。一番大事なことではないかと思うのですが、それがまだ決まっていないとは、唖然とします。日本人らしいとは言えますが、これでは困ります。国民が巻き込まれる可能性もあるんですから、最高責任者が不在というのはありえません。某万博のように、責任者が、私ではないと逃げ回って済む問題ではないのです。艦載機は、ずっと甲板に乗せっぱなしだと思っている方も多いのではないでしょうか。実は筆者もそうでした。しかし、出雲型護衛艦は、戦闘機のその日の運用が終われば、格納庫にしまい、翌朝格納庫から出して、甲板に上げることになっているそうです。びっくりしますね。時間も手間も人員もかかりますよね。万が一の場合は、乗せっぱなしでしょうが、毎日出したり引っ込めたりするんですね。F-35B の管理者である空自は、出雲型に乗せている間は、毎日格納庫に戻さないで、常時、
甲板上に置きっぱなしでも構わないという意向と聞きますが、海上を航行する艦艇の甲板に駐機し続けた場合、腐食や塩害が心配ですよね。機体が傷んでしまう恐れがあるのです。傷んだら修理も考えなければなりませんし、逆に手間がかかることになるのでしょうか。さらに、スペースの問題もあります。F-35B のために、前から搭載していた哨戒ヘリの数を減らしたり、搭載しなかった場合、創設以来海地が最重視してきた対潜水艦船への能力が下がってしまう危険性が想定されるのです。防衛省は、哨戒ヘリを乗せずに出雲、型が出航するなら、哨戒用ヘリと救難用ヘリを搭載した別の護衛艦も一緒に出航させる検討を進めているようです。出雲にお供が必要なんですね。これについて、海事内からは、ただでさえ任務が多くて、船のやりくりが難しい。出雲、型に、必ず随伴艦艇をつけて出航することになったら、艦の回しがさらにきつくなるのは分かりきっているという声が聞こえてきます。当然の不満でしょう。出雲、型一隻ではなく、他の一隻も使われるわけですから、二隻が海事としては使用できなくなるのです。現場を知らずに、議場だけで話を進められても困りますよね。空母化という言葉のイメージと、実際に行われる回収内容に落差がありすぎるという話が海事幹部から聞こえてきました。実際には、甲板に戦闘機が発着艦しながら、その傍らで、燃料や弾薬を補給することになる。時には部分的に解体して修理することもあるだろう。そのための設備や工具、整備員もいるはず。そうした設備や担当人員を収容するだけのスペースや部屋も作らなければならない。今の回収内容では、こういうレベルには全然足りないということです。そもそも論ですが、出雲級の開発コンセプトは、守る船から守られる船へということだったそうです。そんな艦艇を護衛艦駆逐艦と主張するのは無理がありますよね。護衛する艦ではなく護衛される艦になるということは立場が逆になるわけです。逆なのに、こうした論理が通るなら、補給艦を護衛艦と呼んだり、護衛艦を補給艦と呼んだりしても問題ないということになります。のようなものに続く言葉遊びですかね。試験ですが、出雲、型は反空母になるのではないかと思うのです。保有している艦載機をすべて搭載するのではなく、平時は4機から8機程度を乗せて、必要な時に地上基地から増派してもらうというやり方です。もしくは、艦艇上での整備は限定的なものに止め、主要任務は燃料や弾薬の補給にするということも考えられますね。つまり、完全な空母ではなく、空母の機能をある程度持った艦艇として使用するのではないかと考えられるのです。使用方法に柔軟性がある艦艇と言えるかもしれませんが、別の見方をすれば、どっちつかずの艦艇とも言えるのではないかとも感じます。揚げ足取りのような感想ですね。補給用の中継基地として反空母を使用するという戦術も考えられるでしょう。陸上基地から出撃して、反空母に着艦して、燃料や弾薬を補充、再出撃するという手順がいけば、陸上基地から戦線への往復に比べると、パイロットの疲労は少ないだろうし、時間も節約できるはずですね。精神的にも、一直線に、前線や戦地に赴くより、一呼吸を置けるわけですから、少しは楽になるのではないかと考えます。また、エアカバーを陸上機に任せ、V トル機、バーティカル、テイク、オフ、アンド、ランドイング、エアクラフト、垂直離着陸機少数を対地支援に回して、攻撃ヘリのように反空母から繰り返し出撃させるという使い方も考えられます。ちなみに、エアカバーとは、陸軍または海軍活動の間、敵機からの攻撃の予防をする軍用機の使用を意味するそうです。自軍の防御のことでしょうか。V トル機は滑走しないで垂直に離着陸できる航空機ですから、スペースに余裕のない艦艇では重宝される機体です。様々な兵装海空時の空中給油機や、電子戦機、早期警戒機、
無人機などの装備体系が増え、空母の運用戦術も変わってくるでしょう。条件の異なる他国の真似をする必要はありませんよね。日本の国土に合ったやり方を考えてほしいと思うものです。